い、皆さんこんにちは。薬学ラボの下田武史と申します。今回何やるかというと、今回これやりましょう。商品名エビリファイですね。一般名アリピプラゾールについてやっていきます。なんでねこれ取り上げたかっていうと、このエビリファイっていう薬結構変わってて、現場でも出るんだけど、この薬どういう特徴あるのかなっていうのをですね、あまり正確にですね把握せずに出してる方いらっしゃったりとか、もしくはですね、よく知っててもですね、この薬こんな特徴あるんだってね、発見があることがありますんで、皆さんね、このエビリファイ、これをですね、動画で見てもらって、で、どんな特徴あるお薬なのかなってことをちゃんと分かってもらって、そして今後の服薬指導等に活かしてもらったらいいと思いますし、これ服用されている方に関してはどういうことに気をつけたらいいのかなってことを知ってもらったらいいかなということで、今回動画にしておきました。ってことで、今回はエビリファイ。これについて確認していくということになります。このエビリファイなんですが、どうかというと、このエビリファイについてはですね、構造から見ていきますが、構造についてはこんな構造をしているよとしております。で、この構造から得られることは特にありませんので、こんな構造をしているんだなというふうに押さえてくれれば結構です。で、次ですね、薬効分類いきましょう。薬効分類に関しては、向精神病薬に該当しているっていうふうになってるんですが、これ販売された当初はですね、向精神病薬としては販売されたんですね。なので、分類としては向精神病薬になってますが、今はうつとか躁とかですね、自閉スペクトラム、そういったものに使われてますんで、いろんな適応症を持っているとされてます。で、この向精神病薬って結構いろんなものに使われたりとかしてますんで、皆さんこのエビリファイもですね、例外なくいろんなものに使われているとなっているということです。ただ、薬効分類に関しては、販売された当初が向精神病薬だったんで、向精神病薬に分類されているというふうになっているということです。ただ今は違う使い方もありますので、知っておいてくださいねってことになってます。はい、では次ですね。薬効薬理作用機序です。じゃあ薬効薬理作用機序なんですが、どうかというと、このように書かれてますね。アリビプラゾールは、ドパミン D2 受容体部分アゴニスト作用、ドパミン D3 部分アゴニスト作用、セロトニン 5HT、1A 受容体部分アゴニスト作用およびセロトニン 5HT2A 受容体アンタゴニスト作用を併せ持つ薬剤っていうふうになってます。ということで作用機序結構ややこしかったりします。ただこの作用をね、理解するにあたっては何分かっておかなきゃいけないかっていうと、部分アゴニストって何かって分かっておかないと、アリピプラゾールがどうやって効いてるかってことが分かりませんので、皆さんは部分アゴニストって何かってことをしっかり把握してください。で、それの解説がここにね、載ってます。じゃあ部分アゴニストってどうかというと、この部分アゴニストに関しては、パーシャルアゴニストとも言われますと。じゃあこのパーシャルアゴニスト、部分アゴニストってどうかというと、こうですね、受容体に結合しても活性度が生体内物質に比べて小さいもののことだよっていうふうになってますね。なのでここです。受容体に結合しても活性度が生体内成分に比べて小さいもの。これを部分アゴニスト、パーシャルアゴニストと言います。なので例えば、ドパミン D2 受容体がありました。そこにドパミンくっついて、こんだけの作用が出たとしましょう。アリビプラゾールくっついたらどうなるかっていうと、アリビプラゾールくっつくと、ドパミンほどの作用は出ないんですが、全く作用は出ないわけでもない。これぐらいの作用が出たりするんだよっていうのを、これを部分アゴニストと言います。このね、作用の度合いは、下だったり上だったりするんですけども、このね、完全にドパミンがくっついて作用するよりも小さく、そして完全に作用がなくなるよりも大きい、ちょうどいいところぐらいで働くってことね。これを部分アゴニストって言ってるってことを知っておいてください。なので、例えばドパミンがめっちゃあるときに関してはどうかというと、ドパミンめっちゃあるときに関しては適度にドパミン受容体刺激するし、ドパミンがないってときに関してはどうかというと、ドパミンがないってときに関しても適度にドパミン受容体を刺激します。なので、このアリビプラゾールが存在すると、ドパミン過剰な状態だったらドパミンの作用を弱めたりするし、ドパミン足りない状態だったらドパミン作用を強くしたりするんだっていうふうになりますんで、ちょうどいいぐらいでドパミン作用を示すようになるんだってことを知っておいてください。強すぎても弱くするし、弱すぎても強くするみたいなね、そんな作用を持っているのが、これがアリビプラゾールの特徴になりますから、皆さんパーシャルアゴニスト、部分アゴニストの意味、これをちゃんと分かって、アリビプラゾールってどういうふうに働いているのかってことを知っておいてください。これが作用機序、薬効薬理に関する内容となってます。ここ結構重要なんでね、皆さん部分アゴニスト、パーシャルアゴニストってどうかなってこと、これをしっかりね、このアリピプラゾールで抑えるようにしてください。はい、じゃあ次行きましょう。次に関しては何かというと、適応症、服用方法、使用方法です。適応症に関しては統合失調症ですね。抗精神病薬として使われてたってことで、統合失調症に使うってことで、まずはじめここから販売されて、で、今はどうかというと、双極性障害における躁状態とかでね、うつ病とかうつ状態におけるですね、ものについて使ったりとか、あとは、小児期の自閉スペクトラム症ですね、こんなものに使ったりするんですよ、というふうになっております。で、この中で、量とかはね、また見てもらったらいいと思うんですけども、うつ病とかうつ状態に使う場合なんですが、どうかというと、うつ病とかうつ状態に使う場合に関しては、既存の治療で十分な効果が認められない場合に限るとされてます。
で、一応使うにあたってはこうですね、本剤単独投与での有効性は確認されていないことから、本剤は選択的セロトニン再取り込み阻害剤 SSRI ですね、またはセロトニンアドレナリン再取り込み阻害剤 SNRI、 これと併用することとされてますので、皆さんうつとかうつ病とかうつ状態に使われている時に関してはどうかというと、この場合に関しては SSRI とか SNRI と併用して出すっていうふうになってますので、そのことを知っておいてください。単独での有効性っていうのは認められてないっていうふうになってますので、そのことを知っておくといいでしょう。これが使い方ですね。まあ、使い方いろいろあると。昔はね、統合失調症だけだったんだけど、今はいろんな使い方されてるんだってことですね。統合失調症のみならず、躁状態、うつ状態、あとは自閉スペクトラムなんかにも使われたりしてるんだなってことを知っておいてください。まあ、ね、リスペリドンもこんなありますね。小児期の自閉スペクトラムに使うなんてことがありますから、まあ、そんなこと知っておくといいかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、後発医薬品は統合失調症に適応を持ってるっていうものが今多いんですが、もうどん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 ですね、まあ、このうつ病とかうつ状態の方にも適応を取ってきてますね。今現在取ってきてます。なので今現在の添付文書を見ると、後発医薬品は統合失調症ぐらいしかないと思うんですけど、最近ですね、うつ病とかうつ状態の方にも適応が認められてきてる後発医薬品が出てきてるって情報がね、まあ入ってきてますんで、まあうつ病とかうつ状態にも後発医薬品がね、どんどん出てくるんじゃないかなと思います。通常ね、後発医薬品今の段階では統合失調の場合にしかですね、使うことできません。なエビリファイが出てました。アリビプラゾールの後発に変えれるかっていうと、うつ病とかうつ状態の場合は今は変更不可ですね、適応症がないっていう状態なんですが、まあこれからですね、うつ病とかうつ状態の方にも適応が広がっていくっていう感じになってくるんじゃないかなという感じです。なので今現在としては統合失調症にエビリファイが出てた場合に関しては、アリビプラゾールの後発薬品、これに変えることできるよっていうふうな話なんですけども、まあ今後ですね、うつ病とかうつ状態にも適応を取っていくんではないかなという感じですね。まあ、適応取れてきてるっていう感じの情報が入ってきてますんで、まあ、今後はうつ病とかうつ状態に対しても処方された時にアリビプラゾール後発に変更すること可能なんだよってことね。これ知っておいてください。ということで、これが適応症に関する内容となってます。で、飲み方はちょっと細かすぎますんで、またここでね、いろいろ載せてますし、添付文書を見たらね、載ってますんで、飲み方についてはまたね、添付文書とかこの情報で確認してもらったらいいかなと思います。で、次、警告ですね。警告に関しては、ここですね。糖尿病性血圧、糖尿病性昏睡等の死亡に至ることのある重大な副作用が発現する恐れがあるっていうふうになってますね。なので、まあ、副作用として糖尿病性血圧、糖尿病性昏睡、まあ、こんなものが現れたことで、まあ、死亡に至る例もあるということで、警告が出ているということです。なので、糖尿病性血圧、糖尿病性昏睡、まあ、こんなものを起こさないように、どうかというと、高血糖症状、これがね、ないかってことをちゃんと確認してねっていうのが警告に載ってます。なので、どうかというと、投与にあたってはあらかじめですね、高血糖症状、これをね、説明しておいてと、高血、多飲、多尿、頻尿、多食、脱力感、まあ、こんなことをね、説明しておいて、糖尿病性血圧、糖尿病性昏睡、こういったものを防いでいこうねっていうのが警告に載ってますから、このことを知っておいてください。ちなみに、この警告に関しては、クエチアピンとかオランザピンにも載ってますんで、まあ、それも知っておくといいかなと思います。薬としてはセロクエルとかですね、ああいったものにも載ってるってことです。で、禁忌ですね。まあ、これに関しては、昏睡状態の患者とか、もしくは中枢神経抑制の強い状況下にある患者とか、アドレナリン投与中の患者とか、もしくは本剤に対して過敏症のある患者っていうふうになっているということです。まあ、昏睡状態の患者とか、中枢抑制の強い患者に関してはどうかというと、昏睡状態が強くなったりとか、中枢抑制作用が強くされ出てくるっていうことで、まあ、ダメだよとされていると。で、アドレナリン投与中の患者については、これ、相互作用のところでまた見ますんで、まあ、アドレナリン投与中の患者には良くないよとされているんですが、一応条件付きで、アドレナリンをアナフィラキシー緊急治療に用いる場合は、これ除いて、アドレナリン使っている人に関しては投与できないよとされてますんで、そのことを知っておいてください。で、なんで投与できないかっていう理由は相互作用のところで見ますんで、また相互作用のところでアドレナリンとなんで併用できないかってことね、これを見てくれたらいいかなと思います。で、使用するにあたっての注意事項はむちゃくちゃありますね。もうめっちゃあります。なのでめっちゃあるんですが、まあ大まかに言っとくと、眠気とか集中力が落ちますんで、自動車の運転には気をつけてくださいねっていうのがあったりとか、まあ、さっきやった血とアシドーシスですね。血とアシドーシスとか糖尿病性昏睡があるので、本剤投与中ですね、高血圧、多飲、多尿、頻尿、多食、脱力感、まあ、こういったものですね、高血糖症状、まあ、こういったもの自体を注意しておいてくださいねってことが載ってたりとか、じゃあこれ高血糖症状だけなのかというと、低血糖症状も現れることあるから注意してねっていうね、こんなことが載ってたりとかするということですね。で、あとはどうかというと、あとはですね、病的賭博ですね。あとは、
強迫性の勾配で暴食等の衝動性障害ですね、こんなことが現れるんで注意してくださいねとかですね、あとはうつ病うつ状態に使う人に関しては自殺企図が現れる恐れがあるんで気をつけましょうねとかですね、まあ、こんなものが載ってたりとか、あとは体重の変動ですね、増加も減少もきたすことあるので体重の推移ですね、こんなものに注意しなきゃいけないよとか、あとはそうですね、最後の方なんかに関しては抗精神病薬において肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので注意してくださいねみたいなことが載ってますので、まあ、このようなことが載ってると、で注意することむちゃくちゃ多いので、まあ、投与するにあたってはその注意することをちゃんとね押さえた上で、まあ、どんなことに注意しなきゃいけないのかなってこと、これをですね、まあ、お話できたらいいかなと思いますし、まあ、投与しているうちに、まあ、症状を聞いて例えば体重が変動してるとか言われたら、まあ、この薬のせいかなとかですね、まあ、そんなことを把握できたらいいかなってことで、まあ、ここね、一応紹介しておきました。で、注意すべきことはめちゃくちゃあるんでね、また良ければ添付文章等で確認してもらったらいいかなと思います。で、次は副作用ですね。まあ、副作用に関しては、これはですね、よく起こる副作用としては、軽眠、不眠、赤死、じゃあ体重増加、おしん、おう吐、まあ、こんなものあると。で、これ適応症によってですね、ちょっと、頻度は異なるんですね。軽眠、不眠、赤死、まあ、こんなものが、ね、よく起こるとされてるんですけども、まあ、適応症によって頻度が異なるってデータが得られているということになります。で、まあ、重大な副作用としてはどうかというと、重大な副作用に関しては、悪性症候群、ディスキネジアとかですね、アナフィラキシーとか、あとは低血糖とかですね、まあ、高血糖に関するですね、糖尿病性血圧症です、糖尿病性昏睡、まあ、こんなものがあったりしますよということで、まあ、高血糖、低血糖があったりとかですね、あとはディスキネジア、悪性症候群、まあ、こんなものがあったりするよということです。で、他にもいろいろありますけど、まあ、特にね、高血糖、低血糖とかに関しては注意をしておかなきゃいけないとされてますし、あとは悪性症候群、ディスキネジア、こんなものも認められるんだとされてますんで、知っておくといいでしょう。はい、これが重大な副作用に関する内容です。で、次は体内動態ね。この体内動態はどうかというと、半減期はむっちゃ長いんですね。61時間となっているということですね。で、定常、これですね、半減期めっちゃ長いということから何が言えるかというと、半減期めっちゃ長いということから、定常状態に到達するまでの時間がめっちゃ長いとされてるんで、まあ、こんなこと言われてますね。半減期長いことから定常状態に到達するまでの時間が長いため、投与2週間は、増量しないことが望ましいというね、まあ、こんなことがあります。なので、まあ、定常状態に行くまで効果はですね、どうなるかって分かりませんので、まあ、2週間ぐらいは投与ね、せずに様子見ることが望ましいよとされてますんで、まあ、このことを知っておいてください。で、これは半減期61時間、めっちゃ長いってところが来てますんで、まあ、それを知っておいてもらったらいいかなと思います。であとは代謝なんですがどうかというと CYP3A4 とか 2D6 これで代謝されるということになってますんで、まあ、このね代謝に関与する酵素を知っておくと、まあ、相互作用分かりますんで CYP3A4 で代謝されるよ CYP2D6 で代謝されるよってことありますから、まあ、CYP3A4 阻害薬とか CYP2D6 阻害薬と相互作用あったりしたりとか CYP3A4 誘導薬と相互作用あったりするんでそのこと知っておいてくださいということで、まあ、代謝に関することも一応触れときます。で、次は最後、飲み合わせですね。飲み合わせに関しては、まずアドレナリン。これが禁忌となってます。これが禁忌ですね。アドレナリンが禁忌。ただ、アドレナリン禁忌なんですが、アナフィラキシーショックの場合は除きます。まあ、なぜかというと、アナフィラキシー起こって、ほっといたら、これ死んじゃう可能性ありますんで、アナフィラキシー起こってる。けど、エビリファイ飲んでる。これね、併用禁忌だからダメとか言ってる場合じゃないので、アナフィラキシーショックの場合に関しては、アドレナリン投与していくよということですね。エピペンですね。これを使っていくということになります。ただまあエピペン以外でですねアドレナリン使う場合ですねどうかというとこの場合は禁忌とされているってことです。じゃあどういうことかというとこうですね、アドレナリンはアドレナリン作動性アルファベータ受容体刺激剤なんですね。アルファ受容体もベータ受容体も刺激するとなっていると。で本剤どうかというと本剤はアルファ受容体遮断作用、アルファ受容体を遮断するってねこんな作用あります。なのでどうかというとアルファ受容体遮断作用を持っているってことはアドレナリンのアルファ受容体刺激作用はなくなる。なのでベータ受容体刺激作用が強くなるよとなって、これによって血圧がガーンと下がることがあります。なので、アドレナリンと本剤の併用は禁忌とされてますんで、そのこと知っておいてください。ただ、アナフィラキシーショックになったってなった時に、エピペン使えないとかなってる場合じゃないので、なので、エピペンに関しては OK というふうになってますから、そのことを知っておいてください。はい、これが併用禁忌に関する内容です。で、あとは併用注意薬については、まあ、大体作用とか分かってたらそうだなってことを言えると思うんですけども、中枢抑制剤ですね。まあ、こんなものと併用注意であったりとか、高圧剤ですね。こんなものと併用注意だったりします。アルファ受容体遮断がありますんで、血圧自体がどうかというと、血圧自体が下がりやすいってことになりますんで、共に高圧作用を有するってことになりますから、それによって、まあ、相互作用を起こすことありますよってことですね。あとは、抗コリン作用が共にありますんで、抗コリン作用ですね。
これがまあ強く現れたりするよってことだったりとか、ドパミン作動薬ですね、これの作用を弱めたりするってことだったりとか、あとはアルコールですね、これによって中枢抑制が増強されるってことがあったりとかしますね。あとは薬物動態学的相互作用になりますけど、CYP2D6 阻害剤によって血中濃度が上がったりとか、CYP3A4 阻害剤によって血中濃度が上がることがある。あとは CYP3A4 誘導薬ですね、これによって血中濃度が下がることがあるんだとされてますんで、このことを知っておいてください。なので、どういうものが代謝に関与しているか、 CYP2D6 と CYP3A4 が代謝に関与しているってことが分かれば、どういう薬剤によって薬物動態学的相互作用が起こるのかってことが分かりますんで、どの酵素が関与しているか、代謝にどの酵素が関与しているかってことを知っておくことによって相互作用を予測することができるよとされてますんで、そのことも知っておいてください。ということで、これが何かというと、これがエビリファイ、アリビプラゾールの特徴に関する内容となってます。まあ、非常にですね、多い項目になってますんで、まあ、添付文章見てもうわーってなってると思いますけども、まあ、この動画見てもらって添付文章を見たりとかね、他のね、医薬品情報を見ると、ああそうねそうねってなると思いますんで、よければこの動画を参考にして医薬品情報をまた見てもらって、アリビプラゾールの特徴、エビリファイの特徴をより深く理解してもらったらいいかなというふうに思います。